三大戦は、最有機の、第44回から46回に登場する、あやかし戦たち。虎緑大戦、鹿緑大戦、羊緑大戦の三人で、神々を刺激して、風雲雷雨を呼ぶご来訪の術を得意とする。普段は本性を隠して仙人に姿を変えている。かつて水不足に瀕していた車を祖国をご来訪の、術により救い、国王から、 絶大な信頼を得て車お祖国の国士になる。それからは国王は国中の同志を優遇しつつ反対に仏教を迫害するようになった。三蔵一行が車お祖国を訪れた際、彼らは奴隷のように働かされている500人の僧侶に会う。僧侶たちからいつか孫行者という者が自分たちを救いに来ると夢で、 大白金星から告げられたことを聞いた、孫悟空は嬉しさに大喜び。諸八戒や佐護城と一緒に同館に忍び込み、三大戦を騙して自分たちの証言を飲ませる。あやかし船たちは散々恥をかかされたことを恨み、三蔵を食べるために術比べを挑む。しかし、最終的に三人ともに命がけの術を悟空に妨害されて死亡。その際に、 死体も正体である動物の姿に戻った。ヒケトラの生徒も。三蔵と甘いの術比べをするが、孫悟空が天候を司る神々を威嚇し、四海竜王に根回しをしたために敗北する。悟空と四海竜王を呼び出す術比べをするも負け、三蔵との座禅比べでもやはり悟空が、三蔵に助力したため負ける。どうしても負けを認めたくないため、首を切られて生き返る。 術勝負を悟空に挑む。先に、悟空が首を落とされ、再生に成功する。続いて、虎緑大戦が首を切り落とされるが、悟空が犬の分身を使って、虎緑大戦の首を奪い取り、川に流してしまう。首を元に戻せなくなった虎緑大戦は命を落とし、死体も元の虎の姿に戻った。白髪鹿の生徒も、虎緑大戦と三蔵の座禅比べの際、 体毛を南京虫に変えて三蔵に噛みつかせた。しかし悟空に気づかれて失敗する。虎緑大戦が死んだ後、自らの腹を裂いて、内臓をえぐり出し再び元に戻す術を悟空に挑む。悟空が先に、それを行い成功し、続いて歯科緑大戦が内臓を取り出すが、悟空の分身が化けた鷹に内臓を持っていかれ、元のおじかに戻って死亡。霊用の生徒も、 トラ緑大戦が、山蔵に、座禅比べで負けた後、板を隔ててその向こう側に隠されているものを当てる、各藩栽米の術を挑むが、悟空の作戦により敗北する。トラ緑大戦、鹿緑大戦の二人が悟空の術勝負に敗れた後、悟空に逃げたぎる、油の入った釜で入浴する、術勝負を挑む。しかし、悟空に油を冷やすからくりを見破られ、竜を追い払われて、 油の温度が戻ってしまい、結局羊の油揚げになった。ありがとうございます。